イリアミハイロビチ・ズダネービチは、20世紀初頭のロシア、未来派に属するロシア、ソ連の詩人、作家。ロシア革命直後のジョージアで、未来派集団、41度を組織し、クルチョーヌイフ、テレンチェフラと共に活動。後、1919年に出国し、パリに定住し、ただのような前衛的な芸術活動を行った。ジョージアのトビリシに生まれる。 父は、ポーランド人で、ギムナジウムのフランス語教師であったミハイル・アンドレービチ、ズダネービチ。母は、ジョージア人で、ピョートル・チャイコフスキー文化のピアニストであったバレンチナ、キリロフナ。また、兄・キリルモの地に、著名な芸術家、芸術評論家となった。ニコ・ピロスマニ、イリア・ズダネービチの肖像1911年。 トビリシの第一ギムナジウムを金メダルで卒業の後、サンクトペテルブルク大学の法学部で学ぶ。1912年、キリルとイリアの兄弟は、友人のミハイルルイコールダンと共に、トビリシの画家、ニコピロスマナシビリに熱狂する。トビリシでの休暇中に、兄弟は、グルジアの画家ピロスマニの作品を、初めて見た。ズダネービチは、画家に関する記事、天聖の画家を、 1913年2月13日に雑誌ザカフカースレーチに発表。ピロスマニの4枚の作品は、1913年3月24日の標的点でナターリア・ゴンチャローは、ミハイル・ラリオーノフ、ルイ・コールダンの作品とともに、初めて展示された。1913年の後半、ズラネービチは、ゴンチャローとラリオーノフのモノグラフを、 エリエガンビューリの名前で発表。1914年6月、雑誌、ボストークは、彼の記事、ニコピロスマナシビリを掲載。この記事の中で、彼は、銀の時代や、ロシアアバンギャルドと結びつけて、古参の画家の伝記をシーン化した。この価値判断は、一般大衆と芸術コミュニティの双方を結びつける発見であったと、されている。また、ズダビチは、 新しい未来派運動に参加し、彼らの議論に参加し、ロシアのマスコミでそれらとマリネッティについて書き、ザーウミやダダイズムなどの他の前衛的な運動にも関心を持った。1913年11月には、ズダネエビチは自分を新しい指摘で芸術的な方向の創始者であると宣言し、さらにすべての既存のスタイルとジャンルの普遍性と統合を主張した。 革命前の時期に、ラリオーノフと共に、ダーマニフェスト、僕らはなぜ顔に色を塗るのかを公表する。1914年、サンクトペテルブルクにおいて、未来派文学団体、遠心分離機のマニフェスト作成に参加。同年、彼は、モスクワへの彼の最初の訪問に際して、マリネッティに会った。以前から、ズダネエビチとマリネッティは文通していた。 同年、特定の単語や概念に注目を集めるために、非対称の活版印刷のオフセットを使用して、いくつかの未来的な小冊子やポスターをデザインした。第一次世界大戦中、ズダネービチは、サンクトペテルブルクでの勉強を続けることができたが、戦争特派員としてコーカサスに戻り、一方では、ジョージアの教会の建築にも取り組んだ。 1915年から1917年まで彼はペトログラードの新聞、レーチとイギリスの新聞の戦争特派員として働いた。そこで彼はモーガン・フィリップス・プライスに出会い、彼らは1973年にプライスが死ぬまで交友を続けた。1916年にズダネービチ兄弟は両親の家でピロスマニの作品の全体像を整理した。同年雑誌。 無血殺人の出版に参加。1917年5月、トビリシ考古学協会の遠征に参加し、トルコの領土にある古代グルジア文化のモニュメントについて説明した。その後、トルコ軍はロシア軍に占領された。彼はペトログラードを出発してトビリシに向かい、その後、高いシュビリの正体により、トビリシ大学の歴史、 民族学協会からの寄付で組織された遠征に参加した。1917年に彼は芸術家、画家、作家を結びつける芸術賞の創設を図るエーベノアの考えに反対する協会、芸術の自由を組織した。これには、エヌ・アリトマン、エル・ブルーニ、ブイ・ボイノーフ、ブイ・エル・モラエフ、エヌ・プーニンらの支持を得た。イリア・ズダネービチ、 トビリシ、1919年1917年の遠征の終わりから1919 19年まで、ズダネービチは、両親と一緒に、トビリシのドミトリー・バクラ・ツェ通りに住んでいた。1918年、ジョージア州の独立宣言の後、彼はトビリシに戻り、そこで、ロシアの前衛的な作品を発表した、シンディカットの印刷所でタイポグラファーの技術を学んだ。同年、 クルチョーヌイフとミライハのグループ41度に参加した。1919年に失明イリアズドエレオスドを使い始めた。ザアウミ氏はアレクセイ・クルチョーヌイフとベリミール・フレーブニコフによって発明されたものだが、ズダネービチはこの芸術言語を用いてこの時期に3つの作品を書いた。ズダネービチはトビリシを出てバトミニ行き、1920年10月、 フランスの新しい芸術潮流を調査することを目的に出国した。フランスのビザを取得するため1年間、コンスタンティノープルで過ごした後、1921年10月にパリに到着し、最初はラリオーノフの下に身を寄せた。やがて、エスロモフやエイジンジャーといった他の芸術家らと共に亡命者やソ連に暮らしていたことのあるロシア詩人や画家たちと、 フランス文化を代表する者たちの交流を目的としたグループ横断税を組織した。彼はダダイストやシュルレアリストとも親しくなった。1923年に小説パリジャンを執筆開始。ブローニュの森で一緒に食事をすることにした4組のカップルについての物語である。2時間半の間にが商題として付されている彼ら全員が互いに裏切り、 小説自体があらゆる種類の聖書法、苦闘法、および構成の規則を破ることとなる。ズダネービチは1926年までこの超フォルマリスト小説に取り組んだ。1923年にズダネービチとトリスタンツァラが参加したヒゲの生えた心臓の夕べのためにズダネービチが制作したポスターは 前衛的なタイポグラフィとグラフィックデザインの例として広く知られている。1925年のパリ万国博覧会では、ズダネービチはソビエト展示場に協力した。1927年から彼はブラックベルエアの会社で繊維製図工として働いたが、この会社は1928年3月1日にシャネルへと引き継がれた。ズダネービチは、 パリ近郊のアニエール郊外の工場で働き、1931年5月1日から、この工場の所長に就任し、1933年から1937年まで、この会社の所長を務めた。1928年7月15日以来、彼はパリ郊外のサノワで暮らした。彼の二番目の小説、歓喜は、縮小版で1930年に発表されたが、 当時は全く評価されなかった。神秘的なジョージアの土地の山岳民の世界を舞台に、表面上は犯罪小説の姿をしているが、実は世界文学への示唆に満ちたロシアアバンギャルドの物語化された歴史であり、マジックリアリズムを先取りしているとも言える。歓喜の言語は革新的で詩的であり、スラブ派のミリボヘジョバノビチはそれを、 ロシアアバンギャルドが目指していた極地と呼んだ。1940年代には41度出版社が再編成された。パリでは彼の詩集が3冊出版された。ミハイルルイコール団の記憶に捧げられた全小通りチュ手紙、アフェトである。手紙は60部、縮小版で出版された。ズダネービチは一部をアンリマティスに送り、テキストの解説を求めた。 また、ある情報によると、パブロ・ピカソによる手紙のイラストが存在するとのことである。パリでの生活の最後の40年間、ズダネービチは様々な分野で活躍していた。彼は、教会の高さの分析を行い、シャネルの記事を作成し、とりわけ、ピカソ、マックス・エルンスとジョア・ン・ミロなどとのコラボレーションによる画集の作成に専念した。ズダネービチは3回結婚した。 彼の最初の妻、モデルであったアクセル・ブロカールとの間には二人の子供がいた。1927年、彼らの最初の娘ミシェルが生まれ、ここシャネルが彼女の名付け親となった。彼らの結婚は1939年に解消された。彼の二番目の妻はナイジェリアの王女イビロンケア・キンセモインで、1940年に結婚した。彼らには、 シャルバという息子がいた。1943年、イビロン家は占領当局によって収容所に収容された。1945年に釈放された後、彼女は病気になり死去した。最後の妻は陶芸家、エレーヌ・デュアルメアで、1968年に結婚した。人生の最後の数年間、妻からの影響もあって陶器を取り扱った。ズダネービチは、 終わりで1975年のクリスマスに死去した。彼はルービルシュルオルジュにあるジョージアの移民墓地に埋葬された。ズダネイビチの革新的な活版印刷とデザインの作品はニューヨーク公立図書館、ニューヨーク近代美術館、モントリオールギャラリーで見ることができる。妻エレーヌは夫の遺産を保存し展覧会や出版物を企画した。1976年に 芸術家を記念した展覧会が1978年にパリ市の近代美術館で1987年に国立近代美術館でニューヨークの近代美術館で開催された。さらに彼女は夫の意志を継いで故郷のトビリ市での彼の作品の展示を実現させた。1989年にジョージア州立美術館で開催された兄。 キリルの作品との共同展覧会の終わりに、エレーヌは美術館に本、原稿、手紙、ポスター、写真などの多くの展示品を寄付した。これらの展覧会の多くのカタログが存在し、彼の人生と作品に関するかなり詳細な情報が掲載されている。エレーヌの先導により、様々な国の文化人を構成員とする、イリーコールクラブがパリで結成された。また、 トビリシの街路には、ズダネービチ兄弟にちなんで名付けられた、ズダネービチ兄弟通りが存在する。41度は、1918年の初めに、詩人のクルチョーヌイフ、イリア・ズダネービチ、画家、キール・ズダネービチ、そして演劇人テレンチェフにより、トビリシで形成された前衛的な未来派の団体。グループは解散後九百二十年まで存在していたが、それにもかかわらず、 以前のメンバーの本は、同じ41度出版マークの下で出版され、続けた。1917年の秋に、トビリ市で形成された、未来発信事件トという団体があった。クルチョーヌイフ、イリアズ・ズダネービチ、キリルズ・ズダネービチ、エヌ・チルナフスキー、ブイグ・ディア・シュビリ、ケイ・ダルビッシュ、エスバリシェフスキーが、構成員であった。広範な宣伝活動、公開講義と討論、 活発な出版活動を計画したが、ほんの数ヶ月しか続かなかった。1918年の初めに、未来発信時計との構成員の中から、新たな団体、41度が形成された。イリア・ズダネービチは、グループの名前を数字41の神秘的な意味に関連づけた。井戸41度には、ナポリ、北京、コンスタンチノープル、マドリード、ニューヨーク、 そして最も重要な飛びりしがある。また、41日目というのは、イリア・ズダネービッチが読者に想起させたように、イエス・キリストがサタンと40日間砂漠で過ごした後、世界に帰還した日のことである。41度の参加者たちは、自分たちを、サハ未来派の騎士と呼んだ。つまり、未来派の中の精鋭を意味した。この新しい団体は、社会政治的問題には、触れず、 立体未来派の反抗的な外的行動の特徴を放棄し、文学作品上の劇的効果にすべての努力を集中した。クルチョーヌイフ、テレンチェフ、イリアズ・ダネービチは3人の白痴による皮肉なデュエットと呼ばれていた。1919年41度と呼ばれる唯一の新聞が発行され、グループのマニフェストが発行された。グループのメンバーは 幻想主張と呼ばれる、飛びりしの芸術的なサロンの一つで、夕べ、会議、ディスカッション、講義を積極的に公開し、組織した。1920年10月、イリア・ズダンレービチの辞任により、グループは崩壊した。しかし、41度グループは、ロシアの前衛の歴史に、顕著な痕跡を残し、1918年から20年の、 トビリシーイコールルネッサンスの最も印象的な象徴の一つとなった。1919年にグループのマニフェストが41度新聞の最初で唯一の号に発表された。イリア・ズダネービチ、アレクセイ・クルチョーヌイフ、イーゴリテ・テレンチエフ、エヌ・チェルナフスキーによって署名された。このマニフェストは以下の通りである。1940年代には41度出版社が 再編成された。41度出版社の講演の下で、ズガネービチは勝負数の愛書化のための本を出版し、本のアイデアとデザインを一般的な構成から、技術の細部に至るまで、入念に作り上げた。この期間に刊行されたものとしては、ロシアとフランスのザ・ウミ氏のアンソロジー、未知の言葉の詩、パブロ・ピカソによるイラスト付きのズガネービチ自身の詩集、アフェド、 レオポルド・シェルバージュの想定による、ラヘル・ピカソによる版画付きの手紙、ジョルジュ・ブラックとアルベルト・ジャコメッティによるイラストが使用された無言の宣告、ジョルジュ・リブモイコール・デ・セーヌのデザインによる鏡の中のブストロフェドンなどがある。ズダネービチは、ピカソ、ブラック、ジャコメッティ、マティス、アンドレ・ドラン、フェルナン・レジェ、マルク・シャガールと共同制作を行った。また、 ザーウミ氏の数々の詩集の作者である。ズダネイビチの手によるザーウミとロシア語との混合で書かれた五部作の戯曲5つの芝居は印刷版ではロシア語のテキストが規範的な聖書法の規則をわざと遵守せずに組み反されている小説の作者でもある。パリジャンは1923年に執筆され1994年に出版された。 1929年に執筆された。哲学は原稿から復元され、2008年に出版された。小説、歓喜は1930年に出版された。1920年代後半、ズダネービチは未来派から離れ、この時代の2つの小説は完全に伝統的なスタイルに回帰している。モルガン・フィリップス・スプライスへの手紙は独立した作品として考案されたが、 予定された7つのうち5つの手紙を書いたところで未完に終わった。ズダネービチの本の総画はラウルハウスマン、ポール・エルアールなどが担当した。また、ズダネービチはハギアソフィア大聖堂についてかなりの量の原稿を書いている。第二次世界大戦中、彼は100編のソネットからなる調子を書いた。さらに、1971年、 ズダネービチはフランス語で書かれた海文形式の連作詞、鏡の中のブストルフェドンを作成した。この連作詞は回想録ともなっており、ズダネービチはピロスマナシビリを含め、彼が過去の人生で付き合いのあった人々について書いている。連作の最後の詞は絵描きニコライへの呼びかけで終わり、ジョージアの画家を自らの山や森、失われた大胆さであると評する。 ありがとうございます。